皆さんこんにちは。福知山市危機管理室の西山です。福知山市危機管理室の寺田です。皆さんは水害や地震などの災害に備えてどのような備蓄をされておられるでしょうか。地震などが発生しますとライフラインが止まってしまうということが想定されますけれども、一体どれぐらいの期間復旧に時間がかかるんでしょうか。震災の時は、ライフラインの復旧として電気がだいたい6日目、ガスがだいたい34日目で復旧したと言われています。こういったガスボンベを備蓄される注意点としまして、例えばこのタイプですと保存年限が7年とされています。で使用、製造年月日からが裏面に書かれていますので、そちらを見て確認をしていただきたいと思います。もう一つの注意点といたしまして、大量に料理をしたいという時にガスコンロを例えば2つ並べて使用して上に大きな鉄板を置いてされるという場合は大変熱くなったりして爆発の危険がありますので絶対にしないようにしてください。ちなみにこのガスボンベの使用時間の目安ですけども、強火で1時間程度とされております。